実は財団といたしましては、全国で400箇所約1万7千戸の住宅、戸建て住宅を今まで30年の中で供給してきた実績があるんですが、少しでもそのノウハウをこの被災地の震災復興に生かしていただけたらというふうに考えておりまして、とはいうもののまだまだ震災の復興がなかなか遅れてるんだということで、まだ具体的な事例としてお手伝いができていないということで、今回このセミナーという形ででもひとまず被災地の皆さん方、あるいはその被災地の復興に手をつけておられる大勢の皆さん方に少しでも情報の発信なり情報提供ができればというふうに考えてスタートさせて、今回この地で開催することを決めさせていただきました。こういう活動を通じて少しでも日本の街並みが住めば住むほど良くなっていくような街づくりをより多くの人に理解をしてもらいたい、より住まい手の立場で考える街並みとは何かということを多くの住宅メーカーだけではなくて、それぞれの地域の皆様方と一緒に考える機会を作っていきたいというのが、この街並みシンポジウムということでございます。震災前1万2000戸だったとすれば、それの倍ぐらいの体制が必要になっているということです。今日関係する方々含めハウスメーカーさん、大きないろんな意味で支援がお願いしたいというところ。これが人間のためのガイドですね。建築とか都市計画やってる人はルドルフスキーの分かりますけれども、車が発明される前の道は日本の世界中どこ行ってもこんなに魅力的な道です。共同共通の問題を共同共通で解決する人々の集まりがコミュニティだっていうようなことを都市社会学の方は言うんですね。今全国でも二十数箇所の宅地開発といいますか、住宅地の町並みづくりをさせていただいておりますが、今後この復興の中で財団として少しでもお手伝いができるようなところの場面を少しでも作っていきたいなというふうに考えております。できれば将来的にはそのご協力させていただいた町並みの中で子どもや孫がこの町作ってよかったねって言われるような、そんな町づくりの応援を少しでも財団の過去のノウハウの中でご協力できればいいなというふうに考えております。